皆さんこんばんは、MK です。ゼルダ無双厄災の黙示録パート62やっていきましょう。今回もテラコのパーツ集め進めていくんですが、その前に皆さん MK さんの裏作業の成果をご覧ください。すべてのバトルでコログと宝箱をコンプリートしておきました。これ、想像以上にやばいから。誰かやった人いる？攻略サイトとか見ないでやった人いる？これやばいよ、マジで。MK さん、なんとかコンプリートしたんですけども、宝箱が、やばかった。ということだけ皆さんにお伝えしておきます。ちょっとね、裏作業の様子、サブチャンとかで撮ろうかなとも思ったんですけど、撮らずに全部終わってしまいました。申し訳ありません。ということで、コログと宝箱はコンプリートしましたというのを皆さんにお伝えしたかったんです。たった今終わりました。ということで、本日やっていきましょう。バトルチャレンジですね。どっから行く？とりあえずレベルが結構上がったんで、リンクでできるところ行こうか。じゃあ、ここ、隠された宝やっていきましょう。で、経験値アップと、あとは素材のドロップ率アップ。これを食べていきましょい。オッケー。なんかね、ヒノックスの牙。爪？ヒノックスの爪だったか牙だったかと、ヒノックスの肝が足りないので、ちょっとそのあたりは優先的に集めたいと思います。いや、なんか、コログと宝箱を終わったからすごい今、気が楽。もう、ゼルダ無双の、裏作業そんなに大きいのはないと思います。まあ、合成とかレベル上げとかはもちろん裏でやりますけど、まあ、でもね、それはやりゃ終わるんで。素材集めもまあ、やれば終わりますよね。探す系の要素がないとさ、本当に、もう気が楽。なんとかスカイウォードソードまでに終わらせたいということで、突っ走っていきましょう。前回も言いましたけど、ダウンロードコンテンツの分は、第2弾が来たら一気にやりますので、そこのところはご安心ください。で、レベルがね、多分前回の動画から結構上がってると思うんで、なかなかリンクさんも、ささっと敵を倒せるようになったんじゃないでしょうか。目的地に向かうですけど、どうする？倒せる分は倒す。ほら！ボムで、白銀ボコブリン倒せるようになりました。ちょっと前はこれ倒せませんでしたよね。いや、こういうの大事。本当にね、裏でレベル上げをしとくと、皆さんの前でね、こうやってプレイするときにスムーズに進むことができるというのが本当に、MK さん的にはストレスフルで、ありがたい。やめて、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 あ、これ普通に爆弾じゃなくても強えな。はい、そしてイーガダン幹部が出てきました。とりあえず待って、ウィークポイントゲージじゃねえや。嘘。必殺技貯めちゃおう。で、必殺技貯めた状態で、ここ打っていきましょう。ガン！オッケー。あ、結構食らってんな。そして、ウィークポイントゲージを減らしきりたい。誰か今なんか喋ってなかった？あれ？今、セリフが入っていたような気がしましたが。イーガダン幹部の声。はい、オッケー。倒しました。そしたら待って、こことりあえず、ほい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 。剣バナナをくださいな。なんかね、剣バナナ100個で1000ルピーと変えてくれる場所があるので、剣バナナは積極的に、集めてっていいと思います。だったらレア素材じゃなくて、普通のドロップ率アップでも良かったかもしんないな。そしたらはい、ガンガン倒して、あ、リンゴね。マジか。ちょっと待って。リンゴがなくなっちゃってる。そしたらリンゴも集めつついきましょうか。必殺技ゲージ溜まっては来てるけど、待って、引き続き目標地点に向かえ。先向かった方がいい。あれ？この辺無限脇？これ。無限脇だとしたら逆に、剣バナナ集め的にはありがたいんですけど、いや、いいや、無視しようか。そしたらまっすぐ進んで、はい、イーガダン倒していく。うわ、待って。リンゴない、リンゴ。リンゴはリンゴ。ないか。木箱壊せば大体手に入ったりするんですけど、ちょっと今は見当たりませんね。はい、そしたらそこ何？イーガダンか？ほい。イーガダンをボムで倒して、引っかかってる。なんかね、こういうね、壁に引っかかっちゃう時があるんだよ。そしてビームがないと近づかないといけないので、ちょっと厄介なんですが、ほい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 。はい、ここで必殺技貯めて、次のボスに備えていきましょう。あと3分47秒。大丈夫か？待て待て待て。はい、ここも壊して、リンゴは？リンゴないの？MK さん今リンゴが欲しいんだけどリンゴないね。あれ？はい、ここガンガン倒していきまして、まだいる？下？あれ？どっから降りんのこれ？ちょっと待って、降り方、あそこか。真っ暗でよく見えませんでしたが、はい、ここ切っていきましょう。さっきなんて書いてあった？イーガダン幹部ってことは甲賀様とかそんな感じ？スッパー。よく見てなかった、敵のあれ割合、そしたらあと3分、迎えだから多分倒すとこまで含めてないよね。倒すのは別の時間で、あ、リンゴ手に入った。大丈夫だと思います。はい、そしたらでももう着くわはい、危ない、いった食らうんかい。そしたらどんどんどんで、イーガダン幹部いた、今もう一体いたよな。よし、じゃあこいつも倒してしまいましょう。必殺技一回使うか。ほいもったいないけど、まあマックスにしとくのももったいないので使ってしまいましょう。ケイ強っ引き続き目標地点に向かい、おっとサファイアゲットしました。はい、そして宝箱の中からは騎士の槍、はい、そしてスッパが出てきました。こいつはまずボムでウィークポイントゲージを減らしていく。必殺技2回あるからさ、こんなことしなくてもなんとかなりそうだけど。はい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 、そしたら必殺これ倒せるんじゃない？ 2 回で。おら、嘘、嘘、今食らってた？もしかして今食らってなかったかな？やば。はい、ここ必殺、今のは食らったっしょ。あー、でもこんなもんなんか。なんか思ったより食らってくんないね。はい、じゃあここスマッシュ、スマッシュはどれぐらい食らいますか？これは結構食らう。なんか必殺技、もう1回ぐらい貯めといてもよかったな。はい、そしたら頭、あ、こいつ頭とかねえのか。じゃあはい、ここアイスメーカーで突っ込ませてきたところ、上から切っていく。なんかほらウィークポイントゲージの減りも心なしか早い気がしない？ MK さんちょっとね、がっつりさっき裏作業やったから、マジで強くなってるリンクが。はい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 、いけ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 、オッケースマッシュ、これでとどめだ。オッケー、いいね。宝箱の中からは王家の剣と剣バナナ。なんかリンクのマスターソードに関してはもう合成でレベルマックスまでいってるんですよね。まあなんだろう、効果、刻印だったっけ、刻印とかをこだわるんだったらもうちょっと合成してもいいような気がしますけど、単純な威力だったらもうこれがマックスでございます。はい、そしてルピーも手に入りました。この調子でガンガンいきましょう。今回はもうね、コログ揃えたよっていうのを皆さんにいち早くお伝えしたくて、今急に撮り始めました。はい。なので、あんまり、なんか、流れとか決めておりません。まあ別に、ゼルダ無双はいつも決めてないんですけどね。はい、ということで、次行きましょう。そしてなんか、クリアできそうなとこ多いよね。やっちゃおうか、ささっと。そう、ここ。古代のコアが足りなかったんですけど、なんとかこれも集めました。オッケー。これで、何個もらえる？お、4個いいね。はい、テラコのパーツ4個もらいました。この、なんだ？またか。なんか増えた。はい、そして待って、その宝箱のマークが気になる。ミニマップに宝箱が表示、うーわ、もう絶対これ先だったじゃん。ちょっと待って。絶対これ先だったじゃん。MK さん、これなしでやったんだけど。おい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 。おいおいおい。マジか。それはやめよっかな、もう今日ショックがでかいんだけど。ということで、じゃあ違うところもやっちゃいましょうか。これは何が足りなかったんだ、わからん異空の石ころが足りなかったんでしょうか。水巨子やハートプラス2、そしてルージュのところもやっちゃおう。リザルフォス討伐の証もったいないかなと思ったけど、3000ぐらいありました。そしてあとはハイラル王、これはリザルフォス討伐の証300余裕ですね。いや、なんかさ、やっぱり後半のステージを繰り返しやってると、この辺は揃うわ。はい、ということで、防寒着ゲット。はい、またハイラル王。これはライネル討伐の証が足りなかったのかな。ライネル討伐の証13個もあんの、すごくねはい、そして、今度は、なんだ、オパールが、ライネルのひづめか。なんかこの辺りは一応料理食べて、なんとか、アイテムも手に入りながらやろうと思ってはいたんですけど、だとしてもね、ヒノックス系のアイテムがやっぱり手に入りにくかった。はい、そして、ここが、モルドラジーク討伐の証かな？足りなかったみたいです。武器のマックス家事可能回数プラス1。ほう。いまいちピンときておりませんが、はい、次が、はい、異空のガーディアン。これも、クリアしてしまいましょう。シーカーストーンユニーク攻撃強化。お、いいね。強化はありがたいね。うわ、待って、まだまだあるぞどこまでやる？いや、でも結局全部やるしかないよな。はい、じゃあもう全部解禁してしまいましょう。お、演習場の料金が割引、いいね、でかいね。はい、そしてコログの実もマックスありますので、このなんだ、ぼっくりん系もなんとかできるようになっております。タラララッタラーというのが聞こえましたが、お、もう1個来た。そしてこれもクリアできちゃう。はい、もうコロクの実マックスあるから。はい。また来そうじゃない？もう来ないんか。ああ、来た来た来た。はい。で、それもいけちゃうと。コロクの実ありまくるからね。なんかこれは連続でいっぱいできるっぽいな。また来るんじゃない？はい。下下行ったんだけど。はい。じゃあこれもやってしまいましょう。で、コログの実がなんかバトルの報酬で手に入る分もあるので、多分ね、マップに落ちてるのはコンプリートしてるんだけど、厳密に言うと個数的にはコンプリートしてないと思う。だからそこはまあ、流れでね、できるんで。やってしまいましょう。はい。そして手羽のこの辺りも全部クリアしますよ。もう裏作業やりすぎてさ。で、この辺はほら MK さんも裏で全部やんなかったから今一気にやりたいと思います。はい。手羽の必殺技ゲージプラス1、でかいですね。お、またプラス1、一気に2増えた。この辺やっておかないと今後不利になっちゃうからね。はい。で、手羽コンボ追加とリトの羽毛服もゲットしました。あとはまだまだあんな。一回ちょっと対戦挟むか。そしたら、これいく？姉ミファーの元までやっていきましょう。経験値と、一応これ、レア素材ドロップ率の方がいいかな。はい、じゃあこれを食べてやっていきたいと思います。レッツゴー。なんか指導の使い方がいまいち MK さん得意じゃないから、ちょっとこれで練習しよう。練習しようっつってももうところあるかわかんないけどね。もしかしたらこれが最後の指導になるという可能性もありますが、なんかボムが野球みたいなのっていうのは覚えてる。あとは YYYY でやった時になんか ZR かなんか打つと強化されるんだよね、攻撃がね。多分ね、MK さんの勝手なイメージなんだけど、子孫系英傑の4人は1対1、ボス戦とかが強い。で、シドとか、テバとか、その子孫系は、雑魚的相手が強いと思う。なんか MK さんがやってる感じ。はい、ということで、姉ミファーの元までやっていきましょう。いけ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 、おー、強いね。シドも、レベル上げたからか、ちょっと強くなってんぞ。そしたら、どこ？はい、大丈夫だ、心配するな。新しい、何、戻んの？新しい目的地を設定ということで、なるほど。ゾーラ隊長と一緒に行かないといけないのね。はい、じゃあゾーラ隊、うわー、出てんね、出てんね。はい、黒モリブリンが出ましたので、ここガンガン攻撃していきたいと思います。危ないよ、オッケー。はい、ウィークポイントゲージ減らせ、減らせ、減らせ。シドも、演習場でレベルを上げたんですけども、ほい、まだか。ほい、ダメか。待て待て待て。はいはいはい、いけ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 。ほい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 。待って、うっそ。今、ビータロック使えばよかったかな。はい、ここでビータロック、いいね。はい、ビータロックで止めたところ打って、あれなんかあんまりうまく決まんなかった。はいはいはい、で、スマッシュ。これで、打っていく。素晴らしい。で、ゾーラの里に向かう。あ、もう半分クリアしてる。はい、じゃあこの辺りちょっとやっとくから。何この雑魚敵も倒さないと。ゾーラ隊長行ってくんないの？じゃあ倒すから。はい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 。はい、ゾーラ隊長これでいいですか？もう構わなくていいよ、敵には。敵構わんでいって。MK さんがやるから。はい、これで進んで。よーしよ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 し。そしたらこの先にも敵がいるっぽいの。うわ、ライネルか。いきなりライネル。じゃあここは必殺技使ってしまいましょう。こんなところにライネルが王子、ここは遠回りすべきでは。いや、そんなことも言ってらんないんだよ。え、待って、戦闘は避けよって書いてあるんだけど。え、戦闘避けんの？倒しちゃおうよ。倒すよ、MK さんは。悪いけど。ほい、ここ、あ、いてててて、ダメか。待って、倒そうよ、せっかくだからさ。だって、ライネル討伐の証とか、ライネルの素材とか欲しいよ、MK さん。はい、ここ避けて、ラッシュ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 。いけるよ、今のシドのレベルだったら倒せるって。待って、なんか打ちたいけども、何が来る？ほい、ほい、ダメか、ダメか、ダメか、はい、ウィークポイントゲージ減らせ、減らせ、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、うっそ、だったらもうここボムいくわ、はい、待って、いった、はい、ボム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 、はい、スイング、スイング、スイングで、ここスマッシュ決めていく、どれぐらい食らう？うわ、やっぱり強えな、やっぱり強えけど、どうする？ウィズローブ系もないな、ウィズローブ系、MK さんも実況外で楽したくてさ、ガンガン使っちゃってんだよな。はい、そしたらここビータロックでウィークポイントゲージ止めて、はい、でもなんかこれ、うまくいかねえんだよな。はいはい、け。戦闘避けよって書いてるけど、避けないよ、MK さんは。おい、うっそ、ラッシュいけると思ったんだけど、待て、ダメか。待てよ、待てよ、待てよ。来た。ここアイスメーカーで、ここでいけ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 、あと2回ぐらいスマッシュ決まれば倒せるって。シドちゃんシドちゃん、いけいけいけ、倒せる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 。ここをほい、あーラッシュ決めたいねラッシュ決めたらでかいんだけどね。痛い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 。ウィークポイントゲージが出てるよ。出てるうちに切っていきましょう。あと一発なんだけどな。ほい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 。あーダメか。最後の最後当たっておりませんでしたが、決まったか。なんかかっこいいけど決まってないあとちょっとなんだけどな。これどうする？必殺技ゲージ貯めてから来るか。ほい、あー嘘ラッシュも決まらんし、いけいけいけ、あーダメか。ラッシュ決めたくてさ、ちょっとギリギリまで粘っちゃう MK さんの悪い癖が今出ておりますが、やべえ、待ってつえ、ちょっと待ったちょっと待った、ほいほい、待って、ほい、オッケー、ラッシュ、ラッシュが決まった、ラッシュが決まった。そこのモリブリンもなんとかしたいところではあったけども、ほい、ダメか。どうしよう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 。ここはアイスメーカー決めたかったけど無理だよなアイスメーカーのところ行きたかったけど、もう使おう必殺技で青髪のライネル倒していきます。オッケー、撃破する必要はなかったっぽいけどね。いいんだよ、でも撃破するに越したことねえんだから、でここをはいほ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 いと、あ待っていける、オッケースマッシュ、はいで黒モリブリンも倒していく。これでどこ行ったゾーラの子、あれそっち側行ったの？なんで戻ってる？えどういうことどういうこと？何戻って戦闘してんの？もう何やってんの？いいってそんなことしなくて。はいここスイング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 、全然食らってないねこれねあ最後のスイングが強いのか。最後のスイングはなんとなく食らってたっぽいですけども、はい行くよ。制限時間とかはなさそうだからまあいいっちゃいいんだけど、何こっち？こっちも倒しといた方がいいの？じゃあ倒すよ。はいここスイングスイングスイングからのスイング。これ最後の一発だけだなせーの最後の一発以外はなんかもうあれだわ、流れっていうかちょっとなんか余興だわあれ。はいそしたらここ倒して、何やってんのねえ、行くよ。何やってんの？何 MK さんの倒し待ち？何まいいって何その一体一体にそんな時間かけなくてよくねえか。はい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 、いけ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 、はい行くよ、進むよ。ほらゾーラ隊長進むよ。結局全員倒さないといけないのか。じゃあもう先回りして全員倒そう。はいこいつも倒して、そこスイングの方がいいかな。なんかスイング結構近くでやった方がいい説。はいスイングスイングスイングからのスイング、最後の一発なんだよな最後の一発芸なんだけど。はいゾーラ隊長行くよ。何まだ残ってってかどんだけビビりなのよ。はい行くよ。ほら何ゾーラ隊長どこ見てんの？えああ何さ。はいじゃあまっすぐ進んで、門が閉じた。あーここあれか、ヒノックさ現れました。こっからが本命ですね。頑張りましょうビータロック。はいビータロックであこれ何なんだろうこのシドのビータロックがいまいち分かっとらん。はいけけ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 け、いや強えなさすがに。普通のヒノックス相手だったら全然強いぞシド。いけここでサメアタック、サメアタックからのウィークポイントゲージ減らしからのここ倒していく。オッケーなかなかヒノックスも今体力半分ぐらいにはなりました。そしたらはい倒すよ倒すよ。これ目ん玉打てんのはリンクだけなんだよな。できれば目ん玉打ちしたかったけど打てないよね目ん玉。待て待て待て、ほい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 、ここビタロック来るよ。最後のビタロック止めていく。はいでここいけ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 、オッケーでウィークポイントゲージがっつり減ってないねあでも半分ぐらいは減ってるか。でここさらにビタロック追加したいんだけど、それはさすがに間に合わないと。はい次、おい待て、目ん玉攻撃できないヒノックス強えな。待て待て、ほいラッシュ決めたい、ラッシュ決めたいよ、ラッシュ決めたい、決まらない、ほいあーラッシュ決めんないはい目ん玉打って目ん玉打って、これでいったんじゃない？はい指導決めちゃえ。2カット笑って水中からとどめだ。オッケーかっこいい。はいで門開いたよ、行くよ。そこの敵っていうか雑魚敵も倒しとかないと結局ゾーラ隊長が進めないっていうから倒すよじゃあほいほいほいからのほい、オッケー一発一発 KO、 よし行きましょう。でこの先もかMK さんが先回りして倒してしまいたいと思います。なんかゾーラの隊長2人いる。ほいホイからのホイと。めっちゃ時間かかんねこのミッション。はい、さっきので半分ってことで、んやっぱ2人いるよねどういうことなんだろう。はい、とりあえずお青髪のライネルが現れた。さっき倒したかなさっき倒したってあんた。ボム、はい、スイングからのスイング、スイング、はい、スイングからのラストスイング、オッケー。でスイング、スイングでここ倒していく。でそれが終わったら必殺技もう全部使うよ。はい、いっけ、オッケー。でウィークポイントゲージをどん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 減らして、ビータロック、ビータロックしている間にまた減らしていく。いっけ、よし、オッケー。デスマッシュ結構食らうのでは。いっけ、うわ、うん、そうでもないなんか必殺技ゲージもうちょっと楽に貯めれねえかなこれな。なんか必殺技ありきじゃないこのライネルとかって。あとは MK さんがほい、あーうっそ、こういうの上手くなれって話だな。さっきの避けれればでかいんだが、待て、なんか来い、ほい、オッケー、うまいねそういうこと、そういうこと、そういうのを決めていくのがでかいのよ。はい、ここでほい、うっそ、今の避けたよ。ほい、あだ、オッケー、ラッシュ決まった弓矢でラッシュ起こるのいまいちわからんけどな。はい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 、シド大丈夫。お、ミファーが来た。うっそ、ミファーちゃん、ミファーちゃんに任せられんならミファーちゃんに任せたいよ。ミファーの方がレベル高いと思うしね。はい、ここスマッシュ、どう青髪のライネル倒せ。ミファーちゃんどこ、ミファーちゃん助けて。はい、ガンと下行ってウィークポイントゲージビータロックで止める。お、ミファー来てる。シドでかっ、こう見るとやっぱシドでかいよね。はい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 。でここで待てよ、来るぞ、ほい、オッケー今のはもう完全に狙った、無言になっちゃったしその間で。ここでほい、あーそれは無理電気ビリビリは弱点さ、シドは水タイプだもの、水に電気は抜群だよ。オッケー。でもライネルに MK さんも抜群だから、どういうこと。はい、こうこうこうからのこうスイング、これ決まったっしょ。はい、ここラストスマッシュ最後のボムが当たる前に決めてしまいましょう。これで終わりか。はい、オッケーなんか長かったねちょっとこれ。お、漁師の森、ライネルの、お、ライネルのひづめとライネルの角ゲットできました。ヒノックスの紐とかあれゲットできたかな、ちょっと見てなかったヒノックスのね肝とかをゲットしたかったんだよな。はい、姉ミファーの元までクリアしました。もしかして道中倒さなくてよかったのかな、なんかいまいちルール分かってなかったかもしんないけど、まあいいんだ。そしたらとりあえず、これで1個クリアしました。ちょっともうちょっと解放できるとこ解放する？いや、もう1ミッション行くか。もう1ミッション行って、今回は終わりにしたいと思います。よし、ということで、なんか短そうなのある？短そうなのって探していくと大体長いんだよな。なんか増えた？お！なんかシドのやつが増えたみたいですけども、一旦それはいいとして、ユンボーの度胸試し、ゼルダの特訓、黄河様の特訓、インパの日常、正しき族長として、なんか全部長そう。全部長そうだな。強いて言えば、黄河様の特訓が短そうだからこれいこうか。なんか短いか長いかで決めるのもちょっとおかしな話ではありますが、ルピー獲得量をじゃあ上げていきましょう。黄河様なんて久しぶりに使うぞ。まあでもレベル65だからさすがに推奨レベル47に対してはまあいけるでしょうまあまあまあ推奨レベル47に対しては楽勝で勝てると思います。どうやるんだったっけ、なんかすげえ特殊だよね確か黄河様って。なんか半分ふざけみたいな感じだった気がすんな、シーカー系のやつとか。忘れちゃってる。黄河様いつぶりに使うだって。パート10以上使ってないと思うよ。まあでもやるしかないわ。なんか、一旦最後、多分ね、このあたりが最後なんだと思う。その、サブキャラサブ、おわーっと300体倒す系か。はい、いけ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 。おーっと、いきなり食らった。はい、イーガダン幹部いきなり食らっちゃいましたが、はい、いけいけ。おー、騎馬戦だ、騎馬戦だ。はい、騎馬戦だ、いって。騎馬戦やらしてよ。はい、騎馬戦だ、騎馬戦だ。はい、いって。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って。先にそいつ行った方がいいのか。はいはいはい。待って、ここ。ほい、ラッシュ決まらない。ラッシュ決まらないけど、イーガダン幹部じゃあ先に倒してしまいましょう。はい、けいけいけいけ、ビータロックするよ。はい、ビータロックで止めて、そっかそっか。そんなだったな、そんなだったな。はい、けい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 け。で、ここでスマッシュ。なんか、めっちゃ強いのなかったっけ1個。なんか自滅しつつめっちゃ強いみたいなやつあったよね、確か。忘れちゃった。はい、とりあえず騎馬戦、騎馬戦、騎馬戦だ。はい、騎馬戦、騎馬戦で敵を倒していく。あ、なんか、バナナで回復した。あ、それか。それを貯めればいいんだったっけ、忘れちゃったな。はい、騎馬戦、騎馬戦。この騎馬戦強いぞ。なんかバナナ振りまいてる。バナナ食べながらやってる。あ、それが、あ、それ溜まっちゃうとなんか良くないんだったっけか。忘れちゃった。なんかあったよね、そういう変なゲージ。それ溜まっちゃうと良くなかったような気もすんな。はい、ここ切って切って切りまくる。で、イーガダン幹部が来たんで、ここは必殺技使いましょう。これ何だったっけ。ほい、オッケー。なんだかわからんが強い。なんだかわからんが強いぞ。はい、騎馬戦、騎馬戦、騎馬戦だ。いけけけけけけ。これ普通に倒しちゃうかこいつは。ほいで、ウィークポイントゲージを減らしきりまして、最後はスマッシュで周りのやつらも一気に巻き込んでいきましょう。うまいね。で、いった。あ、なんなんなん、いっと、な、え？あなた何？あなたはさっきまでいなかったでしょうか。はい、じゃあここは必殺技で一発 KO。 一発 KO とはいきませんと。そう甘くないと。はい、ビータロック、ビータロック。あ、なんか効果様のゲージマックスになった。これ何だったっけ。開口、あ、で、あ、それだった。開口戦の術だ。はい、けけけけけけけ。イーガダン幹部倒して、そっか、じゃあいいんだ、溜めちゃっていいんだあれは。はい、けけ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 。いけるぞ、いける。あ、バナナをおとりにしてやってんのね、今理解したわ。で、ここボム使いたい。これ何だったっけ。ほい、うまい。いいね、いいね、いいね。バナナをおとりにして騎馬戦してんだ。あ、来た、開口戦の術。ピーピー。強いぞ、強いぞ、強いぞ。オッケー。そしたらこの辺り残りのやつらをガンガン倒してしまいましょう。これで終わりじゃねえか。ほら、そろそろ300体だぞ。どうだ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 。騎馬戦だ、騎馬戦だ、騎馬戦、騎馬戦、騎馬戦。あと10何体ぐらいいけるぞ。お、必殺技たまった。あと10何体ぐらいなんだけど、食べる。おう。それなんだったっけ。バナナ食べるみたいなあったのは覚えてんだけど。お、300系をなんだ、俺様だってやるときはやるんだからな。で、イーガダン幹部倒す必要ある。お、イーガダン幹部来てんな。はい、じゃあここは必殺技使ってしまいましょう。2回あるんでささっといけるかと思います。まあでもウィークポイントゲージでもいいや。はい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 。いけけ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 。対抗戦の術もうまく溜めつついきましょう。待て待て、倒せそうなんだが。あ、ビータロックはない。ビータロックはもうありませんと。うわーい、食らった。あとちょっとだからいけるっしょこれ。はい、イーガダン幹部オッケー。いや強いな。待って、甲賀様強くね、久しぶりに使ったら。これ雑魚敵相手にも強いし、1対1でも強い気がする。あれ、案外ありなのでは。案外甲賀様がありかもしれないというのをちょっと今日は学びましたね。はい、ということでオール P もめちゃくちゃ手に入りました。さっき何十パーだったか多くゲットするやつつけてましたもんね。はい、ということでちょっとだけ時間あるんで、クリアできそうなやつ、数個、バトルミッションじゃねえや。なんだったっけ？ミッションか。クリアしてから終わりたいと思います。テラコのパーツ集めももう半分は超えているので、あとちょっとで完成するんじゃないでしょうか。テラコが完成したらなんか、ストーリー追加されるとかあんのかな？いまいち分かってないですけど、ぜひ、分かる方、ネタバレはしないでね。ネタバレは。しないでですけども、楽しみに待っててください。お、ほら、こういうの最初にやっときゃいいんだよな。さっきのシドの前にやっときゃよかったって言おうとしたけど、これはさっきのシドをクリアしたから出てきたのか。はい、そしてこの辺もやってしまいましょう。コンボ追加。もうここまで来たら何がコンボで何がコンボじゃないのかもいまいち分かっておりません。お、ダイヤモンドを使ったやつだぞ。ユニーク攻撃強化。滝登りで水場が広がり敵にダメージを与える。いいね。しかも、なんでこんなところにウルボザのコンボ追加があるんでしょうか。はい、そしてじゃあこの辺クリアしたので、今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。イントネーションがおかしくなりましたが、次回もじゃあ頑張ってテラコのパーツ集め進めていきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。